皆さんこんにちは、羽曳野市長の山野原はじめでございます。政府の方で、緊急事態宣言が発令をされました。羽曳野市民の皆さんには、まあ、大変ご不便もおかけいたしますが、コロナ収束に向けて、やはり行動ともに思いを一つにしていかなければならない時期が来ております。当市におきましても3月のコロナの陽性者数は45名でございましたが、4月に入りまして4月の22日現在では224名と、もう陽性者数がもう跳ね上がっているというような状況でございます。また緊急事態宣言の詳しい内容は改めて、この羽曳野市政をはじめからでご説明をさせていただきたいと思います。本日はですね、市民の皆様から、この緊急事態宣言においても数多くのご質問をいただいております。そのご質問にお答えをさせていただいておりいただこうと思っておりますので、本日もお付き合いよろしくお願いいたします。それでは2月の1日に新型コロナウイルスワクチン接種室にの、市長に就任していただきました寺本市長に、市民の皆さんからのご質問にお答えをいただきたいと思います。最初の質問なんですが、はい、コロナウイルスが蔓延していますが、市では PCR 検査をしてくれないのというようなご質問をいただいております。はい、この点についてお答えをお願いいたします。はい、まずPCR 検査体制は、大阪府において体制が整えられております。羽曳野市であれば、富士寺保健所がこれを担う形となっております。検査におきましては医師と、他にも医療従事者の多くの方に携わっていただく必要がございます。ウイルス特性の遺伝子を調べる、専用の検査機器も必要となります。現在大阪府におきましては検査数を増やして対応していますので、発熱等があった場合は大阪府新型コロナ受診相談センターへお問い合わせをしてください。変異種が猛威を振るっておりますので、手指消毒、3密回避、マスク会食などこれまで以上に、感染対策をしっかりとっていただくようにお願いを申し上げます。はい、ありがとうございます。やはり、まあ、基本的な、まあ、3密回避であったり、まあ、手指消毒、マスクの、ね、着用、まあ、こういったところを徹底していただくというのがやはり、大前提にあるということですね。そうですね。はい。それでは、まあ、続いての質問なんですが、はい、まあ、ワクチンは、まあ、いつになったら、まあ、接種できますかというようなご質問をいただいております。はい、これは確か、まあ、65歳以上のご年齢の方とそれ以下の方に、分かれて、スタートをさせると思うんですけれども、はい、まず65歳以上の方についてのご説明をいただけますか。はい、まず65歳以上の高齢者のワクチンの接種なんですが、4月から始まっております。ワクチンの供給量がとても少なかったことから羽曳野市では4月13日よりクラスター対策、重症化対策としまして、まずは高齢者施設からワクチンの接種をスタートさせていただいております。5月中旬に入りますとワクチンも安定して、入ってまいりますので、一般の高齢者の方、65歳以上の方につきましては5月の25日から羽曳野コロセアムでの大規模な集団接種を開始いたします。4月22日から28日頃にかけまして順次お手元に、接種券をお届けさせていただきますので、接種券が届きましたら専用コールセンター、またウェブサイト市公式 LINE からご予約をお願いいたします。羽曳野市のかかりつけ医での個別接種は6月中旬以降に、6月以降にスタートとなりますので、そちらでの、接種をご希望される方は各病院にお問い合わせをお願いしたいと思っております。はい、ありがとうございます。まあ、普段ですね、はい、その私羽曳野市に住んでんねんけどかかりつけ医が藤井寺のお医者さんやねんっていうような方もたくさんいらっしゃると思うんです。はい、近隣市でね、はい、受診されているっていう方も、はい、そういった方々っていうのはどのようにすればいいですかね。はい、まずはもし今隣の市で、医療機関を受診されているということであれば、そのお医者様が、まずこのワクチン接種にお手上げをいただいているかどうかっていうところを、聞いていただく必要がございます。まあ、医療機関さん、直接医療機関さんの方にお電話をしていただきまして、ご確認をしていただくということが大事になってくるかと思います。そのまあ藤井寺で、かかりつけ医藤井寺にいてるけれども、まあ、その藤井寺のかかりつけ医の方がワクチン接種するよっていうふうに言っていただいたら、
羽曳野市民でも、まあ、藤井寺の委員で受けていただけるということですね。そうですね、はい、基本は羽曳野市民の方は羽曳野市内の医療機関で受けるということが、まあ、原則にはなっておるのですが、かかりつけ医の場合は他市の方でも、接種していただくことも可能ですので、はいはい、そこは大丈夫です。わかりました。意外とね、藤井寺に行ってるよ、戸田橋に行ってるという方も多いと思うんでね、はい、その方々もね、そこでやっていただけるということであれば安心ですもんね。そうですね、はいはい。それではまあ続いて、その先ほどまあ65歳以上の方の接種についてご説明をいただきましたが、はい、続いては65歳以下のご年齢の方へのご説明をお願いいたします。はい、6月の中旬に入りましたら、接種券の発送をさせていただく予定となっております。7月の、上旬から、まあ、接種できるような、体制で今準備を進めておるところでございます。今しばらく、まあ、待っていただくということになっておりますね。はい、ありがとうございます。やはりまあ、このコロナ収束に向けてはコロナウイルスのワクチン接種というのがね、はい、本当に、まあ、鍵を握っているといいますか、はい、ここで、まあ、多くの方が、まあ、ワクチンを接種していただいて集団免疫を獲得するというのがね、本当に、まあ、大きなポイントとなると思います。はい、そのポイントに向けて、まあ、羽曳野市として、はい、接種していただきやすい環境を整えていくというのはやっぱり非常に大事なことだと思うので、はい、そういった、まあ、羽曳野市の独自の、まあ、接種をしてもらうにあたっての施策というのはありますでしょうか。はい、まず高齢者の方ですが、やはり足の問題ですね、交通の便が羽曳野コロセアムになりますので、まあ、ちょっと1箇所、まあ、1つだけという形になりますので、少しやっぱり、行きづらいというか接種しにくい場所でもあるかと思います。そのために、まあ平日に限るのですが、ワクチンバスというものを走らさせていただきます。市内の、3つのルートをですね、巡回させていただきまして、市民の皆様に、高齢者の皆様に乗っていただいて、接種をしていただくというような形となっております。まあ市の福祉バスの方も、巡回しておりますので、それと合わせてご利用していただけたらなと考えております。はい、ありがとうございます。いや本当に、まあ他市の、まあ、状況もね、確認しておりますけれども、まあ、本当に、まあ、そういった意味では、まあ、羽曳野市、他市に比べて、まあ、接種していただく環境は、まあ、十分に整えていると、ね、言っていいような状況にあると思っております。はい、多くの皆さんが、ね、接種をしていただいて、そしてまた集団免疫を獲得していただいて、まあ、コロナの陽性者数をぐっと減らしていくということで、皆さんご協力をよろしくお願いいたします。本日は寺本市長、どうもありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。続いて多くご質問をいただいているのが学校教育でございます。その学校教育について4月の1日に教育長にご就任をしていただきました村田教育長に本日はお越しをいただきました。村田教育長、よろしくお願いいたします。では早速、多くの質問をいただいておりますが、まずはじめにですね、まあ、ギガスクール構想、1人1台の、まあ、タブレットをお渡しして、まあ、授業をしていくというふうな流れがありましたが、実際に、まあ、オンラインを使った授業は現在行われていません。まあ、これは、まあ、いつ頃から行われるのでしょうか。そしてまた、まあ、コロナ禍において、まあ、すぐやるべきではないでしょうかというようなご質問をいただいております。局長、このあたりいかがでしょうか。はい、学校教育は、まあ、教師と、まあ、児童生徒との関わりとか、まあ、児童生徒同士の関わり合いを通じて行われるものが、うん、ということを、まあ、踏まえまして、まずは可能な限りの学校としましては感染リスクの軽減と安全確保をした上で児童生徒が登校して学習できるように取り組んでいます。しかし現在感染者数の増加に伴って出席停止の児童生徒が増えています。その現状から子どもたちが著しい学習の遅れが生じないように、羽曳野市では授業のライブ配信の実施を現在検討しています。まあ、この授業のライブ配信は、まあ、現段階では、まあ、全ての授業で実施することは難しいですけども、まあ、いくつかの授業の様子をリアルタイムで視聴していただく形を予定しています。はい、ありがとうございます。なかなかこう全て、ね、一斉にこうやっていくというのがもう難しいのは、まあ、十分理解しております。でもやっぱり、まあ今ある機会をね、まあ
活用して、まあ、一歩でも少しずつでも、ね、前に進めていくということが、ね、大事だと思いますので、はい、なかなか大変だと思いますが、引き続きよろしくお願いいたします。はい、そして、まあ、この今ご説明いただきましたこのオンライン授業、今ねおっしゃっていただいたように試験的に行っていくということなんですが、どのように、まあ、すれば、はい、このオンライン授業を受けることができるでしょうか。はい、まあ、出席停止の状況になる、まあ、児童生徒には限りいるんですけども、まず、まあ、学校から連絡をさせていただきます。まあ、その後、まあ、今回申し訳ないんですけども、まあ、家庭に通信環境があるなどの条件を満たした場合に限り保護者からの申請を受けて開始できるように計画はしています。まあ、配信スタートなんですけども、まあ、今回緊急事態宣言発令後の4月30日から試験的に配信する予定でおります。はい、ありがとうございます。4月30日から、ね、試験的に、もちろん条件がございますが、まあ、スタートしていただけるということで、本当に今ありがとうございます。このまま、オンライン授業、受ければ出席という扱いになるのかならないのかというご質問をいただいております。この点いかがでしょうか。はい、まあ、非常にその問い合わせというのも多いんですけども、出席停止中ということですので基本的には出席とは言えないです。まあ、あくまでライブ配信事業といいますのは学習に著しい遅れが生じないため、また少しでも休まれてても授業の様子や雰囲気を分かってもらえるという取り組みですので、ご理解のほどよろしくお願いしたいと考えております。はい、ありがとうございます。これ本当に難しいところですよね。まあ、大阪市の中でも、まあ、午前中は、まあ、ライブ中継をしてお昼から、ね、給食を食べて授業に入っていただく賛否両論あるんですけれども、やっぱり今おっしゃっていただいたように一番はその子どもたちに、まあ、学習の遅れが生じないようにする、ね、はい、そこのところが、まあ、一番の肝だと思いますので、大変なね保護者からのね、たくさんのまあご要望もあると思います。子どもたちにとってももう一番いいね環境をまた先生もいつも考えていただいておりますし、はい、これから大変な難しい問題もあると思いますが、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、本日は、ワクチン接種推進室の寺本知事長、そしてまた、4月1日に教育長に就任された村田教育長にお越しをいただきまして、市民の皆さんからのご質問にお答えをさせていただきました。本当にまあ大変な状況ですけれども一丸となって乗り越えていきたいと思っています。そのまあ乗り越えていくにあたっては多くのまあ疑問も皆さんお持ちだと思います。これからもですね、こちらのアドレスの方にですね、皆さんのご疑問を、まあ、ご質問を募集しておりますので、どん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 ご質問いただければというふうに考えています。はぶきの塩もっともっといい街にとこれからも頑張っていきたいと思っておりますので、引き続きのご支援どうぞよろしくお願いいたします。本日もありがとうございました。